吸った息は声の元になりますね。はーっていう、この声の正体は吐く息が占めてます。で、さらに生命維持と、声の元として出る。で、あともう一個あるんですけど、こいつが脳のため、脳の維持、まあ、つまり生命維持っていうのとプラス脳、つまり制御ですよね、意識を保つというところが、まあ、これも限りなく生命維持と意識を保つっていうのは近いと思うんですけど、つい生命維持は絶対だけど、声に重きを置きすぎると脳への酸素供給が少なくなっちゃってて、ホワイトアウトしてる、だからロングトーンでバーってやってて、いいフレーズ歌い切れたなったけど歌詞が分からない、これセリフが飛ぶ、セリフが飛ぶわ皆さん、でも結構これあヒットした、ヒットしたみんな大好きセリフ飛んだことある人ね、これです。だから体のために吸います、で声の元となって出します、プラス脳みその分も余力を持って吸ってあげないと。なるほどなるほど、脳に酸素をちゃんと供給するわけですね、体も含めて。全然楽な呼吸っていうのは正しいんです。そうです、楽に呼吸をする、しゃかり気になって、だからついこの脳にやる分っていうのを、あの人間ってのは忘れてしまう、捨てちゃう、あげちゃうというかね、声にあげちゃう、